サブカル丼。サブカルチャーを愛する人々にスポットを当てて、君ともキャンディーがお話を聞いていく番組です。君ともキャンディーの福本愛理です。福本真央です。はい、そして今週のゲストも鈴木康嗣さんと盛り上げルンジャーのレッドさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで前回が町おこしのことについてお話聞かせていただいたんですけど、でライブ、劇場があったりとかいうお話聞かせていただいて、今回がこの今日来てくださってるレッドさんの盛り上げルンジャーについてたくさんお話聞けたらいいなと思うんですけれども、この盛り上げルンジャーっていうのはどういうヒーローなんですかね。レッドさん、どういうとこから誕生したんですか。そうですね、ヒーローってかっこいいもんじゃないですか、はい、特にレッドって、うんうん、でもやっぱりこの等身大の親父感の出る、うんうん、この体型しかり、うん、お腹しかり、やっぱりこの等身大のちょっと緩いヒーロー、うんうん、ちょっと滑るヒーローを目指しております。うんうん、なるほど。なんか新しくないですか。私今日レッドさんにお会いして、他のレンジャーさんにもお会いしたくなりました。なんか全員揃った時にどんだけまったりした感じになるのとか、もしかしたらめっちゃグダグダになるのか、それとも誰かがめっちゃ仕切り役の人がいて、なんかレッドさんが一番、レッドさんってやっぱりしっかりしてるね、戦隊もののレッドってもう行くぞみんなみたいな感じなんですけど、レッドさん違いますよね。違いますね、はい。違いますね、はい。本当に今まで見た中で一番のあのレンジャーだと思います。なんて言うんだろう、新しい。そうですね、このどうですか。はい、あんまりこの世知辛い世の中ですからね、こう等身大のやっぱり緩い感じでいきたいと思います。なるほど。これレッドさんっていうのはこう脱いで、あの変身前とかもう出たりするんですか。変身前は基本はわからないように、はい、一応バレないように心がけております。あ、なるほど、バレないように、はい。実際にやっぱりこうレンジャーになってまだ劇場されて 2,3 回されてるんですよね。どうです、やってみて恥ずかしさとかなんかこうないんですか。何も来た瞬間に吹っ切れます、うん、あ、そうなんですね。スイッチがオンになってます。なるほど、はい。一番最初にこのやってみないかっていう話があった時にどう思ったんですか。まあ、やるしかないなって感じ。やるしかないなって感じ。自分から僕レッドがいいですっていう感じじゃなかったってことですか。そうでもないんですけど、でもなんとなくなるべくしてなったような感じはありますね。彼しかいないだろうっていう感じですかね。一番最初にやっぱり誘ったっていう感じになるんですか。もうレッドは最初に一番決まりました。 あとは、はい、いろいろ。そうですよね、順番に。2,4,6 と、あ、5ですね。レッドが5人、一応6名なんです。あ、6名なんですね、はい。で、赤、青、黄色、ピンク、緑、はい、プラス黒がいるんです。黒で、黒はちょっと敵か味方がちょっとよくわからないんです。そのお話に、ストーリーによって敵だったり味方だったり、うん、まあ、途中で変わったりとかみたいなポジションの黒がいるので、はい、一応正確には6名。すごい新しい、それも新しいね、うん、なんか戦隊もののイメージの中でやっぱみんながヒーローっていう仲間っていう感じだけど、ちょっと部分が違ってくれて、え、もうストーリーも作ってるんですか。そのはい、一応全部私が作ってます。あ、そうなんですね、はい、脚本も、脚本、演出、すっごい編集すごい、すごい。え、それ実際にやってみてこうどんどんスラスラと出てくるもんなんですか。そうですね、なんていうの、そのさっきの町おこしの話もそうなんですけど、うん、町おこしって、うん、うちの町すごいでしょ、いいでしょっていうのをすごい推したがるじゃないですか。あ、わかります、わかります。でそれがあんまり好きじゃなくて、うんうんうん、面白いお話を中心としてそのエッセンスに町のことが入っていくみたいな形でやってるんで、まあ、面白いことを考えるのはもともと好きなので、うんうんうん、割とスラスラとは、はい。あ、なるほど。じゃあこの盛り上げルンジャーの中、話の中にたどつのお話もたどつの場所が、はい、あ、なるほど。例えばブラックが、はい、ブラックがこう悪者になった時に、
良い心を呼び起こすために、うんうん、多度津音頭の音楽を流してみんなで踊ってこう呼び起こすとかそういうことをやったりして面白いすごいね、うん、やっぱ地元に特化したっていう盛り上げるんじゃって感じですね本当にそうですねすごいこういうセリフとかってやっぱ一人一人覚えるの大変じゃないですか飛んだりしないんですか実際こうやってみてもうあれですねちょっと長めの、うんうん、その舞台というか、はいはい、覚えるの大変ですね本当にあやっぱそうですよねもうこれあの切ってもらってもいいです仕事中も覚えてますねこのゆるさが逆に面白いですねこれあのちょっともう多分切られないと思いますけどえいいですねえでもそれで実際その長いセリフとかも本番ででもゆるさが結構面白いから逆に飛んでなんか違う全然違う話しだしたりとかそういうのはないですかでも鈴木さんに怒られるんですね本筋はあのきちんと行かないといけないあなるほど、はい、なるほどそうちょっとバレちゃうんですね次ちょっと間違った、はい、あるんですか実際ちょっと飛んじゃったみたいなのありますね飛ぶのありますありますあるんですね、うん、そういう時ってやっぱどうこうも戻すんですかもう覚えているところからまた行きますじゃあもうつながりがないかもしれないなるほどそれは面白い原宿ですはいえ気づいてましたあもちろんもちろんあそうなんですねでもあの本さっき言ったように本筋だけしっかりしていればあとは自由にやっていいですよっていうふうにはお願いしてるの で、ねはい、じゃあもしかしたら一回見て次見た時にあ話がちょっと変わってるぞっていうあもう全然あると思いますあなるかも、はい、本当は面白いですよね飽きないですよねずっと見てて、はい、今日はどんなあの どこが飛ぶんだろうとかそうですでこれレッドだけじゃないんですよ全員なので、はい、全員なんですこあの船体の中で、はい一番あのしっかりされているいないですねあいないですか一人もいないですじゃあもうみんなレッドみたいな感じな方が6人そうですねあの言うこと聞かないやつらばっかり、はい、それ大変ですね、はい、練習もなかなか始まらない始まらないなるほどじゃあもしこれあれですねあのコロナが明けあのコロナ終わってイベントとかが始まっていろんなイベントに出演してもしかしたら多度津だけじゃなくて高松とか丸亀とかからもね、はい、多度津 PR にって言って行く可能性もあるじゃないですかどこでも行きますですよね、はい、大丈夫ですそうなった時にもう余計緊張されるじゃないですか絶対しますね どうするんですかやっぱそこがね本当、うん、まあ滑り芸って言いましたけどやっぱり、うん、やっぱハートが結構強いんですか強い、いや弱いんですよ弱いですか弱いんです、本当に本当え、ちょっと待ってください戦隊もののイメージが戦隊もの結構ハート弱いハート弱いです、はいまあ優しいっていう意味ですねあ、そうですね、ね、はいまだね、何年か前の滑ったのもまだ引きずってますそんなに滑られるんですねなんかお笑いをされてるんですかもしかしていや、してないです、はいでも笑いとかしてなくてただただ滑るって感じなんですねただただまあ言い方ですけど、まあ、ただただ滑りますはいぜひ皆さんちょっとどんな感じか多分私ねどんな感じかめっちゃ気になら気になる得意技モノマネなんだって得意技モノマネなんですねえこれ得意技のモノマネとかも YouTube に上がってるんですか上がってますあ、はい、じゃあ皆さんこれ多分気になってる方多いと思うので盛り上げるんじゃをやっぱり最初にこう話聞くよりも見た方がもう絶対すぐ分かると思うので、うん、YouTube 見ましょう今見れるっていうのはもう YouTube だけになってるんですよねそうですね、はい、では YouTube を皆さん盛り上げるんじゃカタカナで盛り上げるんじゃっていう風に調べたら YouTube の方出てきますのでよかったらちょっとみんなで見てみましょうねどんな感じなのかを、はい、ありがとうございますありがとうございますこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしていますFM3 ミックス @kbn.ne.jp か YouTube 踏み込み TV の概要欄にメッセージをお寄せくださいまた出演したい方もこちらからご応募くださいはいということで2週にわたりありがとうございましたありがとうございましたもうすっごい興味津々な、うん、でいつか多分バズってネット上でめっちゃバズるんじゃないのかなってちょっと思いつつ、ね、ちょっと今後の活躍を楽しみにしておりますぜひ共演してくださいあぜひよろしくお願いしますはいということで本日のゲストは鈴木康嗣さんそして盛り上げルンジャーのレッドさんにお越しいただきました本当にありがとうございましたありがとうございました。では最後に前回に引き続き行きましょう。いきます。俺たち多度津戦隊盛り上げルンジャー
バイバーイ。